こんにちは。HEinfoチャンネルへようこそ。私の名前はデイジーです。今日のビデオでは、セフェティムについて話しましょう。セフェティムとは、セフェティムは、ケフェティメ、第4世代のセファロスポリン系抗生物質です。セフェティムは、1982年にブリストル・マイヤーズ・スクイブ社によって特許が取得され、1994年に医療用途が承認されました。セフェティムは何に効く？セフェティムは皮下の治療に適用されます。敗血症、心在性皮膚感染症、外傷、熱傷及び手術相当の二次感染黒丸肛門周囲脳疡、扁桃炎、扁桃周囲脳疡を含む黒丸肺炎、肺脳疡、慢性呼吸器病変の二次感染。複雑性膀胱炎、腎盂腎炎、前立腺炎、急性症、慢性症、黒丸腹膜炎、腹腔内脳疡、胆脳炎、胆管炎、子宮内感染黒丸子宮作り結合式炎、中耳炎、副鼻腔炎。セフェティムはグラム陽性菌及びグラム陰性菌が原因の感染症の治療に用いられる。異な細菌に対して作用する。セフェティムに肝性のブドウ球菌属、連鎖球菌属、肺炎球菌、モラクセラ、ウランハメラ、カタラーリス、大腸菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、ペラチア属。プロテウス属、モルガネラモルガニー、プロビデンシア属、インフルエンザ菌、シュードモナス属、緑膿菌、バークホルデリアセパシア、ステノトロホモナス、ダント、モナス、マルトフィリア、アシネトバクター属、ペプトストレプトコッカス属、バクテロイデス属、プレボテラ属、プレボテラビビアを除く。セフェティムは、グラム陽性菌とグラム陰性菌に対して広範な活性スペクトルを持ち、両方のタイプの生物に対して第三世代の薬剤よりも高い活性を示します。セフェティムを使用できないのは誰ですか？セファロスポリンに対する過敏症、すなわちアレルギーの場合、セフェティムは禁忌です。セフェティムの副作用は、副作用は β ラクタム系抗生物質の副作用に準じる。発疹、蕁麻疹、黄斑、瘡様、発熱黒丸貧血、顆粒球減少、好酸球増多、血小板増多黒丸 BUN 上昇、クレアチニン上昇、タンパク尿、血清カリウム上昇黒丸下痢、発疹、嘔吐、食欲不振、腹痛、便秘。めまい、しびれ黒丸カンジダ症、口内炎黒丸ビタミン K 欠乏症状、低プロトロンビン血症、出血傾向等、ビタミン B 群欠乏症状、舌炎、口内炎、食欲不振、神経炎等、黒丸頭痛、点滴中の気分不良、血圧低下、顔面紅潮、補完、味覚異常。細菌の細胞壁合成阻害により強い殺菌作用を示す。大腸菌ではペニシリン結合タンパクのうち、
特に PBP1BS、2および3に親和性が高く、また黄色ブドウ球菌では PBP1 および2に親和性が高い。グラム陽性菌、陰性菌および嫌気性菌に対して幅広い抗菌スペクトルを有するインビトロ。特にグラム陽性菌ではブドウ球菌属、連鎖球菌属に対して優れた抗菌力を発揮する。グラム陰性菌では大腸菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、プロテウス属、インフルエンザ菌及びブランハメラカタラーリスに対して強い抗菌力を示し、またセラチア属、シュードモナス属、ハシネトバクター属に対しても優れた抗菌力を示す。各種細菌の産生する染色体制 β ラクタマーゼに対して安定であるため、これらの酵素を産生する菌種に対しても強い抗菌力を示し、また耐性菌も出現しにくいインビトロ。セフェピムの使用方法は、本剤の使用に際しては、投与開始後3日を目安としてさらに継続投与が必要か判定し、投与中止またはより適切な他剤に切り替えるべきか検討を行うこと。さらに、本剤の投与期間は原則として14日以内とすること。一般感染症。通常成人には、症状により1日1から2グラム、力化を2回に分割し、静脈内注射または点滴常駐する。なお、難治性または重症感染症には、症状に応じて1日量を 4G、力化まで増量し、部割投与する。発熱性好中球現象症。通常成人には、1日4グラム、力化を2回に分割し、静脈内注射または点滴常駐する。静脈内注射の場合は、日極注射用水、日極生理食塩液または日極ブドウ糖注射液に溶解し、患者に注射する。また、点滴常駐の場合は、投液、電解質液またはアミノ酸製剤などの補液に加えて30分から1時間かけて点滴常駐する。妊娠について特定の懸念はありますか？妊婦または妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること、妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。投与中は授乳を避けさせること、人母乳中へ移行することがある。セフェピムについて知っておくべきことはこれで全てです。ご聴取ありがとうございました。他の医薬品についてもっと知りたい場合は、HE インフォを気に入って共有してください。また、購読することを忘れないでください。